お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？衝撃。タイは80年前に日本製の潜水艦を所有していた？をお送りします。今回は約80年前にタイでは潜水艦を4隻も保有。そしてその4隻は日本がタイに輸出していたという衝撃の話題をご紹介します。東南アジアの中心タイ、正式名称はタイ王国で首都はバンコクです。人口は2020年12月31日現在で66186727人となります。日本の約半分くらいの人口を抱える国ですね。ところでタイといえば、どんなものを思い浮かべますか？寝そべった大仏様、涅槃仏のワットポーなんかは有名ですよね。そして、プーケットやパタヤなど、リゾート地も人気です。まずは、日本人からも馴染みのあるタイと、日本とのつながりを見てみましょう。タイで一番有名な日本人、コボリって誰？タイ人の間で、とてもよく知られている日本人がいます。それは、コボリという名の海軍隊員。でも、日本人でコボリ隊員と聞いて、どんな人物かわかる人はほとんどいないと思います。コボリ隊員とは、一体、どのような活躍をした人なんでしょうか？タイの女流作家である、トムヤンティの作品に、クーコム、運命の相手というものがあります。初めてドラマ化された1970年以来、9回もドラマや映画でリメイクされているんですが、タイ人によく知られているコボリ隊員とは、実はこの人気作品に登場する人物です。クーコムは第二次大戦時のバンコクを舞台として、タイに進駐している日本軍に所属するコボリ隊員と、タイ人女性アンスマリンの甘く切ないラブストーリー。1990年にテレビドラマが放映された時は、バンコク中の人がドラマを見るためにテレビの前にスタンバイしたため、バンコク名物の交通渋滞がなくなったという逸話もあるくらいの人気作品です。あまりの人気のため、続編であるクーコムにも作られ、コボリ隊員はタイ人の間で有名な日本人となったようです。タイでは日本初のアニメもコミックも大人気。タイでは日本のアニメも人気です。2008年からシンガポールで開催されていたアニメフェスティバルアジアも、2015年にはバンコクで開催され、日本のアーティストが参加するなど非常に盛り上がりました。タイで人気が高いアニメは、日本国内と同じく、ワンピース、ナルト、進撃の巨人、ブリーチなどの有名作品。もちろん、ドラえもん、ドラゴンボールなどの国民的人気番組もタイで放送されています。他にも、数多くのアニメ作品が放映されており、タイ語に翻訳されているアニメ作品の DVD なども手に入れることができます。ちなみに、日本でもタイは人気ですよね。日本で人気のタイ料理といえば、やっぱりガパオライスでしょう。あの、ピリ辛に炒められたひき肉と、絶妙な焼き加減の目玉焼きがたまらないですね。さて、のっけから本題と関係ない話をしてしまいましたが、そんな日本文化が浸透しているタイに、戦前の約80年前、日本がマッチャーヌ級潜水艦を輸出していたというのが、今回のお話になります。タイが海軍を創設したのは1933年のこと。まだ、タイではなくシャム王国と呼ばれていた頃から、日本とは軍事交流がありました。そして海軍創設にあたり、日本が力を貸すことになります。海軍の近代化を図るために優れた軍艦が必要だったのです。今ではタイ海軍の父と呼ばれるチェムボーン親王が海軍整備計画の一環として日本に軍艦の建造を発注したといいます。当時、フランス極東艦隊と戦う必要のあったタイには、日本の川崎重工業で作られたドンブリ級海防戦艦が、どうしても必要でした。さらに、
日本の裏画像選書で作られたメクロンは、戦後の1973年まで大海軍で使用されたというのだから驚きです。こういった経緯の中で、潜水艦部隊の新編が必要となりました。タイから依頼された潜水艦建造は、1936年に三菱重工が受注、神戸造船所に適行することになりました。第初の潜水艦となるマッチャーヌ潜水艦は、日本で同型艦4隻が建造された後、1938年、当時シャム王国と呼ばれていた、現在のタイへ納入されます。この4隻の潜水艦、三菱重工業神戸造船所で竣工されたという理由から、三菱型とも呼ばれており、日本で唯一の日本が建造して、海外に輸出した潜水艦になりました。この4隻のスペックはこのようになります。マッチャーヌ級潜水艦スペック。当時、今まで海軍を持たなかったタイには、潜水艦運用の知識がなかったため、潜水艦部隊の導入にあたり、乗組員たちの教育が必要でした。三菱重工は、この教育まで含めて、潜水艦の受注をしていたといいます。乗組、予定の118人の士官、下士官、兵士たちが、潜水艦運用の知識を学ぶために日本に来日。当時、タイ兵士たちの滞在先の一つに、千葉県船橋市の五日市船橋中学校が選ばれました。来日したタイ軍人たちと、滞在先の地元住人は、同校の運動会で、一緒に汗を流すなど、とても良好な関係だったといいます。こういった経緯を経て、日本で作られた潜水艦4隻は、1937年に、マッチャーヌとフイルンが、翌年の1938年には、シンサムッタとプライチュンポンがタイへと引き渡されることになります。引き渡す際の航海は、日本で指導を受けた、タイ軍人自ら行われました。それは、約3ヶ月にもわたる長期航海で、南シナ海をひたすら南下するというものでした。日本から納入された潜水艦を、タイ海軍は、早速、対フランス領インドシナ紛争などに実戦投入。1940年、フランス領インドシナとの国境紛争で哨戒任務。1945年、バンコク空襲の後、潜水艦搭載の発電機で、市外に電力を供給するなど、様々な話題を見せますが、それぞれの潜水艦は、大きな戦闘に従事することはなく、4隻ともほぼ無傷で終戦を迎えることができ、1951年に4隻揃って退役します。4隻が退役した1951年、大海軍はクーデターを起こします。後にマンハッタン反乱と命名されるのですが、このクーデターは失敗に終わりました。そして、このクーデターの制裁として、海軍は縮小され、それに伴い、4隻の潜水艦も解体されることになってしまいました。しかし、その中で、タイ海軍の近代化のシンボルとして扱われていたマッチャーヌだけは保存されることになり、現在では、タイ海軍博物館に艦橋と単装砲が保管、展示されています。ちなみに、もう一箇所、保管されているところがあります。それは、タイ海軍学校です。タイの首都バンコクの中心部から南へ、電車で30分ほど向かうと、タイ海軍学校駅があります。高架式の駅から赤い瓦の屋根、広い中庭を持つタイ海軍学校の敷地が見えます。ここは、士官候補生、下士官など、幅広く教育を行う学校です。このタイ海軍学校の中庭には、装甲車両や飛行艇などの当時のタイ海軍が使用していた装備が展示されており、
この中に、潜水艦、マッチャーヌのセイル部分、これは、潜水艦の背面にある塔のような部分の構造物もあります。それは、海軍学校の玄関前にあり、まるで、地面を水中に見立て、芝生の下に船体があるかのように鎮座。とても目立つ存在となっています。さて、大海軍が過去に潜水艦を所有していたことを、タイ国民でも知らない人が多いようで、この話を聞いたタイの人たちから、また、海外からも、驚きの声が上がっています。ここで、その一部をご紹介します。海外の反応。タイが80年前に潜水艦を所有してたなんて衝撃的な事実だった。タイは日本に次いでアジアで2番目に潜水艦を所有した国だからね。この国って昔の方がすごかったんじゃないか？今はその日の食料に苦労してる人も少なくないわけだし。ちなみに、タイ海軍は、竣工した9月4日を、潜水艦の日に制定してる。潜水艦？潜水艦なんて、あの時代に作れたの？潜水艦まで作ってたとか、三菱全能かよ。あの時代に潜水艦を所有してたなんて、タイ人として誇らしい。タイ海軍の全盛期じゃないか。潜水艦を4隻も持ってたなんてみんなも初耳だろ？もしも潜水艦を日本から購入してなかったら、タイはおそらく列強に占領されてたと思う。海軍にいた時、潜水艦を軍が所有することは自分の夢だった。どうにかして政府が動いてくれないかといつも思ってたよ。生きているうちに、タイ海軍の潜水艦をこの目で見たい。知らなかった、ありがとう。どうしても、日本が戦争に勝っていればと思ってしまうね。どれくらいの大きさだったんだろう。あんなものを作る技術があったんだから、そりゃ日本に期待しちゃうよな。日本は、まさに大東亜の友人だったわけだな。80年も前に、タイの海で潜水艦が運用されてたなんてすごくない？大戦中に、三菱重工が、タイのために作ったんだよね。潜水艦の一部は、タイの博物館に展示されてるよ。三菱は、歴史的に、タイの軍需産業に大きく関わってたんだよな。潜水艦があったからこそ、フランスはタイに軍艦を送れなかった。当時の人たちは戦い方をよくわかってたよ。タイは東南アジアで初めて潜水艦を所有した。この誇りを俺たちは絶対に忘れてはいけない。タイ人があまり知らない歴史だな。誰もこういう歴史を公表したりしないんだ。ネットのおかげで知ることができてよかった。ありがとう。俺が生まれる、ずっと、昔に、日本製の潜水艦を所有していた。俺たちのじいちゃん、すげえじゃん。日本とタイ、2カ国の友情関係が、永遠に続きますように。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本とタイの良好な関係が垣間見える潜水艦のお話でしたね。自由に動ける世の中になったら、絶対タイに行って、ガパオライスを食べたいです。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。